まずハンドル持ってもらって、ハンドル持ってまたがってもらって、またがってもらって、ちっちゃい、怖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 い、待って待って、これ入るかな、お前、ここ、いや、入れなくても、入れなくてもいい、入れなくても、入れなくてもこれでいいんだ、こうすればいい、ああ、いった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 、高っ、こういう、怖いか、これで、ここで、これでもうセットされてる感じなんですね、はい、こういうことじゃあ最初こっち手すり持ってもらっていいんで、はい、でそのままゆっくりこいでみてください、はい、おー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 これ後ろに持ってる、すごい、見てないし、あでも乗れてる、乗れてる、乗れます、笑顔、笑顔、笑顔、はい、どんな、どんな感じです、なんかもうこれ手すりもう外したら多分いけます、でも両手でハンドルは、ハンドル持ててないんですけど今、今でも、でも持ってるから、本当話大丈夫、もうちょっと頑張ってあのピラティスで培ったあの体幹をあの掘り起こしてます、前の遠くを見ながら、遠くを見ながら、なるほどなるほど、遠く見て、遠く見て、これ進んでいくイメージで、これ手すりこれ外したら転びますか、外したら転びますかね、私、いや分かんないです、自分で持ってますね、もう自分しか分かんない、ちょっとやってみようと思います。はい、怖い。ああ！ちょっと怖いです。いやでもちょっとでも持ってくださってるんですよね。後ろで。じゃあちょっと一回手すり外してみたいと思います。はい、きます。あ、いけた！ああ！ああ！ああ！ちょっと怖い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 。ああ、大丈夫大丈夫大丈夫。ええー、ありがとうございます。降りれます、降りれます、あ、こうすればいいか、はい、ありがとうございます、あ、すごい、早い、楽しい、でも片手でもこの状態で乗れてるのか、あ、すげえ、これが曲がっちゃって、はいはいはい、あ、マジ、あ、そうなんだ、そうだ、こっち持っててもこれが曲がってっちゃって、はい、結構バランス感覚、これをまっすぐ保つとか、すげえ、めっちゃ選手の見込み、あ、こんにちは、全然選手の見込みあります、ガールズゲイ、ちょっと転身するかもしれない第2の、うん、じゃあ次どちら行きましょう、はい、はい、失礼します、こっち、一回戻します、はい、セット、ゆっくり回せます。はいはいはい。おお。もうちょっと左に。左、ちょっと左。まあ、ローラーの真ん中のあたり。真ん中。ああ、来た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 。これで前向いて遠くを見る。そうですね。乗れてる乗れてる。乗れてる。わあ。おお。すごい。すごい。右手は離せたり。右手ですか？いや。もうちょっと速い方が逆に安定のしかな、なるほど、スピード出てた方が、あー、ほんとだ、うわ、ん、いけるかな、いけます、いきます、いや、待って、無理かも、怖っ挑戦だ、挑戦、一応持ってるんで、後ろは、はい、うわ、ん、ー、怖い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 、すごい、なんで毎日できたの、まっすぐ前向いて、前向いた方がいいのか、遠くを遠く見て、そこに進んでいくように、そうか、普通に乗ってる感覚を見た方がいいんですね、わー、いけたいけたいけた、あー、あ、すごいすごい、でもすごい、2人ともすごい、楽しい、楽しいどうでした感想は、いや面白いです、面白い、怖かったけどアトラクションみたいな、あーなるほどなるほどじゃあこの流れで最後は最後はどうぞ失礼します、ちょっと待って、ここ大丈夫かな、
かもう靴でなんか大丈夫だよ。ここ下あ、すごい走ります。あ、待って、重たい。で、まず攻撃、うん、で、ゆっくり真ん中の方にちょっとずつ。水さん、前です。よろしくお願いします。パワーすぎです。ちゃんと視点もいい。すごい。いや、でも乗れてる乗れてる乗れてる。嬉しい。待って、手離したら。頑張れ、行きます。おっ、危ない。大丈夫？ちょっと甘いです。すごい。そうだ、コンビです。いや、でもありがとうございます。すごい。こんな靴じゃ俺も乗れない。いや、すごいって。逆にすごい。ありがとうございます。ありがとうございました。だからすいません、ありがとうございました。本当にすごい。ふわふわする。すごい。すごい。いいな。どうぞ。これもすごい。もう動いちゃっていいですか。はい。そのまま、こっち。いや、こっち。はい、うわ、おお、いいですよ。あ、いい、キリッとしてる顔が。怖い。めっちゃいい感じですよ。いや、これ離せないですね。離せない。いや、無理。え、もっとスピード上げた方がいいですか。そうですね。おお、抑えててくれてます。心配になっちゃう。離せない。え、はい、一瞬チャレンジ、チャレンジ。いや、めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。じゃ後ろでね、あ、持ってもらって。私たちも話しました。怖っ。怖い。思った以上に怖いですね。怖い。あ、でもなんか、ダメですね。普通にこうやってる分にはいいけど、やっぱ両手で持つと。でも結構勇気、うん、ね、怖いですね。これで前向けとかね、手離せとかよく言ってたなと思って。笑顔だったでしょ。やめましょう。はい、やめましょう。すごい。かっこいい。なんかその意識がすごいよね。なんであんな乗れたの。え、みんな乗れた。あの、手離し、そうそうそう、手離して結構長時間。2人だよ、まあ、え、2人。私は俺側、こんな感じだともう多分分けると、よくできたでしょうと、もう少しでしょうなんかね、ハイジャンプも練習すれば普通に乗れちゃう。練習とのありがとうございます。2回もいるぞ。ありがとうございます。選手目指すかもね。ね、ちょっと選手目指す会。選手目指す会。企画の趣旨が。ね、してもらえたらいいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。それはその選手で。あ、そう。新車だったんです。あ、確かに。企画の。はい。じゃあ今ローラーね、はい、乗せてもらいましたけど、はい、どうですか3人乗ってみて。いやーすごかった、ね、まさか乗れると思わなかったし、ね、思わなかった。貴重な経験をさせていただいて感謝です。怖かったちょっと、うん、足プルプルしてます、ね、終わった後してた。興奮した、ね、でもみんな思ったよりというかちゃんと乗れてましたよね。でもそうちょっと褒めてもらって、ちょっと調子乗っちゃった。ね、ガールズよね。すごい、うん、でもめちゃくちゃあの勇気いったけど、うん、まあ、でも後ろでねあの持ってもらってるっていう安心もあったけど、うん、支えてもらっててあれってことはもしあの支えがなかったらって思う、ね、そうなんですよ、ね、そこなんですよ、ね、めちゃくちゃ安定感ありますよね、うん、選手の皆さん多分ほんとコロンっていっちゃいますよ ね、 ね、うん、だってあんな手離して乗れてたのどういうことで。そうだよね。すごい本当にね、プロの技を、ね、近くで見れて良かったですね、こうやって、ね、乗せてもらって、はい、ありがとうございます。ね、もう昼過ぎて、お腹すいた。ちょうど今ね、もう
すいて。ひっつきそうです。そんな片手に。もうひっついちゃってる。お腹すいた。なんかトイレ行きたい子みたいな。ね、お腹すきましたね。はい、ね、ここで松戸のね、はい、有名なこの北門食堂。おお。ここに。すごい。ここで披露。やったー。いい。嬉しい。はい、じゃあ行きましょうか。はい。はい、行きましょう。楽しみ。はい。はい。ってください。やったー。はい。どうも。こんにちは。はい。お願いしますね。カネギの匂いが。はい、ああ、いい匂い。わあ、メニューがいっぱい。豊富です。美味しそう。単品のマスに頼もうかな。あ、単品メニューもある。え、アジフライ食べたい。アジフライ食べたい。今ちょうど開けてるのも。マイクはとんかつ定食にしようかな。とんかつ定食があるんだね。本当。でもさ、カレーの匂い嗅ぐとカレー食べたくなる。わかる。めっちゃわかる。カツカレーとか。どうしよう。いいよね。でも決めた？最初から思ってるとんかつくんにするわ。はい。じゃあ。じゃあ注文しましょうか。はい。はい。はい、あ、じゃあ注文いいですかね。どこでするのかな。定食と単品でいいか。注文場所どこかな。お姉さんに。あ、注文いいですか。いいじゃん。はい、あ、じゃあ頼みましょう。はい。じゃあ順々に。ありがとうございます。はい。あっちから。はい。はい。五目あんかけラーメンください。あんかけラーメン。食べたいアジフライ。もつ煮込み定食と単品でアジフライもらっていいですか。はい、はい、私もアジフライ欲しいです。あ、釣られて。じゃあアジフライもう一個。はい、ですね。私はいません。いません。多分行っちゃえば多分通るじゃないかな。多分、まあ、聞いてくれてる、うん、大きい声で。そうそうそう、うん、いいですね。とんかつ定食いっちゃおう。さあ、聞いてなかった。聞いてくれてた。ダメだった。ちょっと待ってみましょう。ちょっと待ちましょうか。はい、はい。おいしそう。はい、おいしそうですね。じゃあ食べましょうか。はい。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。あ、私から。はい。よし。まずはスープ。そうなんだけど。うん。中華のそばって感じ。ちょっと待って。え？食レポ下手だ。初めてなんですよ、私。やったことなくて。中華のそば。中華のそば。え、すごいなんか馴染みのある味です。美味しい。食べたい。ね、食べちゃダメだから。食べていいかな。麺取るの下手なんだよな。左利きです。はい、左利きです。うん。うん。美味しい。いただきます。私はとんかつ定食です。あ、言うの忘れた。すぐに出てきました。すごい。飛んでった。衣が飛んでっちゃった。大きいです。サクサクなんだね。そう、サクサク。いただきます。美味しそう。うん、めっちゃ分厚くない。うん、うん、サクサクで、うん、お肉がすごい厚くて食べ応えあります。ご飯が進みます。やっと食べれる。はい、私はもつ煮定食と単品にアジフライをつけちゃいました。じゃあちょっともつ煮いただきたいと思います。うまっ。ビジュアルはもう満点です。いただきます。うん、うん、あ、ちょうどいい。味付け、濃すぎず。ああ、なるほど、なるほど。薄すぎずの。いい味付け。ね。え、でもこれご飯に合う。うん、いや、ビールにも合うな。ビールダメなんでしたっけ。
聞いてないよ。もつ煮と味ぐらいですよ。はい、僕じゃカレーです。一番オーソドックスなのなんですけど、じゃあいただきます。いただきます。うん。うまい。間違いないですよね。間違いないです。うまいですね。これ惑わされた、うん、いい香りで、うん。めっちゃ迷った。アジフライ醤油です。醤油で食べます。醤油派です。そう、醤油派なんですよ私。わかりますよね結構。そうね、いろいろありますけど、うん、私はちょっと醤油が好きです。うん。サクサクそう。うん。おいしい。うん、で分厚い、肉厚、カリカリ、カツも、カツもこんなに分厚いんだけど、七味もつけちゃおう。七味、そう、あのカウンターでね、いろいろ調味料があって、あ、醤油プラス、そう好みで、私はちょっと。七味唐辛子、そう。うん。うん、おいしい。お酒飲みたい。飲みたい。うわ、おいしい。醤油。醤油と酢。どうです、皆さん。うん、おいしい。めちゃくちゃ楽しんじゃってました。ね、美味しいですね、この競輪場グルメね。なかなか。出来たてほやほやで、ね、すぐ出てきた。うまっ。じゃあこれ食べてね、まだこの後、車検ね、買ったりもあるんで、この後まだ頑張りましょう。はい、はい、力つけましょう。はい、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 お疲れ様でした。今日はね、はい、ありがとうございます。バンクもね、歩いて、はい、あの検車場もね、はい、出て、で指導者もね、こけて出てもらってて、はい、どうでした、はい、あと、そっか、ね、食事も食べてましたけど、はい、競輪グルメもね、いろいろやってきましたけど、はい、どうでした。いや、本当ね、いろいろあって、一日中楽しめるなと思いました。ドキドキしました。そう、初めて歩いたし、うん、ね、まあ、バンクだからね、はい、ね、私初めて来たし、うん、あ、そっか、だからもうワクワクしながら来て、ね、楽しかったです。乗れたし、ね、なんといってもね、乗せて自転車に乗せてもらえたことが一生の思い出じゃない、ね、しかも実際にね、選手が使ってる、ね、電車に、ね、うん、本当に素晴らしい経験をさせてもらいました。田中選手、田中選手、田中春樹選手、はい、春樹選手、はい、ありがとうございます。応援します。応援します。ずっと見てます。はい、本当にはい、であとはね、今日この後に、はい、一応松戸では、ね、あの開催やってないんですけど、はい、あの高知記念っていう大きいレースがちょうどここ場外発売やってるんで、はい、最後のじゃあ高知、はい、車検買って、あ、儲けて、うん、行きますかと。さっきね、はい、お祈りしましたもんね、はい、お祈りもそうね、お祈りもしてきましたもんね、はい、大丈夫だ、はい、当たる、そうだ、カツ食べたし、ね、あ、そうだ、そうだ、そうだ、大丈夫だ、食べたい、出よう、行きましょうか。はい、はい、どう